の工事中ということで、はい、ちょっとあの裏側を見せてもらおうと思うんですけど、ラスト工事中、うん、楽しみましょう。はい、もちろんです。大丈夫大丈夫、かわいい。なんかあっという間だったね。行くよ。おお、近っ。こんなこの距離大丈夫かな。階段階段。ちょっとね、早いよ。日村さん。スタジオに向かいます。これから DJ の練習です。するとこのせえかち、ここはあの白石さんの苦手なんですけど、あれですよね、一番最初にやってた時よりも聞こえるようになります。なりましたよ、もう徐々に良くなって。やばいわ、できない。やばいわ、できない。苦戦です、ここは。せっかち。YouTube です。こんにちは、こんにちは、になってます。今日みんなの前で DJ 初披露ですが、うん、緊張してます？意外としてないかも。してるって思ってたんですけど、まあその今まで通りやったらできるかなと思ってます。 YouTube でもちょっと遊びたいな。今ギター練習してるんです。ギターしてるんですか？はい、それちょっと私知ってましたけど。そう、今ちょっと趣味でギター始めて、その先生に教わってるから、ちょっとね、なんか幅広がるかなと思って。忙しいですね、ギターに DJ に。あー、もう2個しかないけど。今日でこのスタジオ最後だから。寂しいですよね。寂しい、めっちゃ。視聴者になりますよ。視聴者、一視聴者。完璧ですね。完璧だな。いけるぞ。終わりました。楽屋に、おはようございます。楽屋に戻るよ。今お昼過ぎ、今お昼の時間。さっきお弁当食べたんだ。まだ時間あるのかな。まだちょっとぐらい。大事な
なお尻触っちゃった。あ、やだ。あ、マイクつけます。今、マイさんがマイクをショウさんのところでつけてまして、出てくるのを待っております。この後喋ってる。怖い。何喋ってたの。え、マイさんのいいところ。あ、怖っ。マイさんのいいところ。マイさん、着替えが早いっていう説明を今。あ、マイさん着替え早いです。マイさん着替え早いです。ライブの、はい、着替えとかも、はい、はけたすぐ、はい、もう自分でこうチャック下ろしつつ、あの着替え部屋に入るっていう。確かに。アスカもめっちゃ早い。アスカも早いと思う。頑張っていきますね。じゃあ私はここで。行ってらっしゃいませ。どうですか。今から二本目なんですけど。はい。パーマやります。やります。勝てそうですか？勝つしかない。でもそのプレステ4でやるんだけど、うん、前やった時はファミコンでしたね。プレステ版のボンバーマン1回しかやったことないから、うん、ちょっと難しいですよね。結構難しい。で日村さん強いし。日村さん強い。頑張りましょう。頑張りましょう。かわいい。久しぶりに制服着ました。じゃん。ジャージ。一回変わりました。あ、乃木坂の歌の時に着てた初期ジャージ、途中でなんかリニューアルした。私乃木坂の歌の MV の時高熱出して、実はあの時めっちゃしんどかったっていう思い出。しかもさ、あの時ね、白彫りで撮ってたの、ずっとなんかジャージのモケモケがめちゃめちゃ舞ってて、あのみんな鼻の中にそれが埃が詰まって、鼻噛むと紫の鼻水が出てくるっていう。では行ってまいります。いってらっしゃい。マイヤさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、いやなんか制服を着てここを歩くのはもう最後だと思うと、なかなか。そうね、制服も多分最後になるんじゃないかな。そうですよ、多分ラストセーフですよね。そう、ちょっと今日いろいろ振り返ったり、ね、懐かしい思い出が、ね、懐かしい思い出がありましたね。ちょっと寂しいですね、やっぱ。なんか寂しい、ね、なんかバナナマンさんにこうやって会えないっていうのが寂しい。ね、また卒業しても番組で、はい、ご一緒できるようにちょっとね、頑張ります。9年間か。さっきあの初めの方は結構工事中ドキドキしながら収録臨んでたって思うんだけど、はい、最後はもう今日も楽しみましたね。最後はそうですね、マーヤに催眠術をかけてもらったし。でも上手だったよ、ちゃんとかけ方がすごいね。はい、見て。眠たい。プロだった。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、またね。はい、じゃあ、制服を脱いできてくださいませ。はい、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。バイバーイ。閉める。
ボケてるボケてる、ビントが私に来ちゃってる。真夏さん、あーすごい。あ、ここが限界だ。今日は可愛い子ちゃんたちと一緒だよ。可愛い子ちゃんたちって言われちゃった。可愛い子ちゃんと、とたち、なにちゃん、たち、なにちゃん、可愛い子ちゃんたち。やだやだやだ。ズーム、あーやばい、ズーム、すごい、急にめっちゃ綺麗、めっちゃ大丈夫か、すごい画質いいんだけど、大丈夫大丈夫、かわいい。まあ講義中で来ることはなくなっちゃうけど、またお仕事でね来れたらいいな。